痩せない痩せない痩せない、毎日 DM コメントたくさんいただく中で痩せない原因ダントツナンバーワン、分かりました。圧倒的に量が足りてないことです。1日も早く痩せて細くなりたい方へ1回で結果出るストレッチメニューを作ったので、ウエストと ももメジャーを使ってビフォーアフター計測しましょう。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。まずは自転車こぎやっていきましょう。ゆっくりでいいので大きく円を描くイメージ。お尻を少し持ち上げておくと腹筋にも効いてきます。ゆっくりでいいので大きく回しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。この動画は次の種目がこんな感じ左上に出ますので確認しながら一緒にやっていきましょう。じゃあ次そのままもうちょっと早く自転車こぎ、頑張って、しっかりお尻持ち上げて腹筋を使いましょう。腰が痛い方お尻の下に手を入れてちょっとずるしても OK です。頑張れる人はスピードアップ、頑張って頑張って頑張って、きつい、大きく頑張って頑張って、よっしゃ OK。 次もう一回膝曲げたまま足持ち上げてゆっくり足パカしましょう。限界まで開いてゆっくり閉じ切る。普段動かさない範囲まで動かしたいので限界まで開く、ゆっくり閉じる。開くとき、ごめんなさい、閉じるとき内もも使いますよ。閉じるときに内もも使う、開いて、よっしゃ OK。 一回足を下ろしましょう。膝曲げたまま片足ずつこうやって伸ばしてきます。しっかり伸ばしきる、ピンと伸ばしきることで膝上の肉撃退できます。これもね、慌てる必要はないです。しっかり伸ばしきることが大切です。呼吸は止めないようにしましょう。皆さんついてきてますか？きつかったら途中サボりサボりでいいですからね。 OK。 次はこんな感じで足の裏合わせてそっからしっかり膝伸ばす、開いて膝伸ばす、膝と膝離してしっかり伸ばしきる。腰痛い方お尻の下に手を入れましょう。しっかり伸ばしきることで内ももを使います。あと2回伸ばしきる、ラスト1回頑張りましょう。よし、 OK。 ちょっと休憩ストレッチ、足肩幅より広めに開いて片膝ずつ内にグッと倒していきます。内に倒す、内ももを使う感じありますか？片足だけ内側に倒すイメージ。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり内側倒す、呼吸止めないでくださいね。よし、 OK。 そしたら膝曲げたままグッとお尻持ち上げてかかとでお尻タッチするイメージでパタパターしていきましょう。お尻持ち上げることで腹筋にも効かせてます。意識するとね、裏ももも使えてきますよ。頑張りましょう。呼吸はねしっかり止めないようにして腹筋も力入れておきましょう。よし、 OK。 次は股関節大きく外回し右足からやっていきます。ゆっくりでいいので大きく普段動かさない範囲まで動かしていきましょう。ゴリゴリ音が鳴るよって方、痛みがなければそのまま続けましょう。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回すと良いと思います。ラスト1回ゆっくり回します。 OK。 次左股関節大きく外回ししていきます。ゆっくり大きく、こっちのね、片っぽだけゴリゴリ音が鳴るとか痛みがあるって方もいると思います。無理のない範囲でやりましょう。全然余裕だよって方はね、なるべく大きく回してあげると良いと思います。しっかり回しましょう。 OK。 次は右足を左に持っていきます。左足上に乗せて右手万歳します。右のつま先と右の指先なるべく引き離す、脇の下、脇腹伸びればそれで OK です。肩腰痛い方、痛みがない範囲でやっていきましょう。脇の下、脇腹、皆さん伸びてますか？よし、 OK。 次逆側いきましょう。左足を右に持ってきて右足上に乗せます。左手万歳して左の指先とつま先なるべくぐーっと引き離しましょう。ちょっとペース早すぎるよって方、再生速度変えれるのでうまく自分がやりやすいように調整してみてください。呼吸を止めないようにしましょう。
OK。次は膝曲げた状態で膝同士つける。お尻をぐっと持ち上げる。裏ももお尻使ってお尻を持ち上げます。これもゆっくりでいいですよ。しっかり裏ももお尻意識して行いましょう。これね、苦手な方多いんです。呼吸止めないようにしてね、裏ももお尻しっかり意識して自分のペースいいですよ。 OK。 次はドローインです。膝曲げたまま大きく深呼吸してお腹を膨らませます。限界まで膨らませたらゆっくり口から吐く。吐いて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 、ふー、吐いて、しっかり吐き切って、ふー、吐いて、ふー、 OK。 そしたら膝曲げたまま足持ち上げます。ちょっとお尻を浮かせる。これで下っ腹お腹使っていきます。腹筋使ってる感覚皆さんありますか？膝と膝つけておくと内ももも効いちゃいます。もうズボラなのでね、いかに腹筋と同時に足もやるか、足と同時に腹筋もやるかみたいなことばっかりね、普段から考えてます。よし、 OK。 そしたらそのまま足を下ろさずに膝離して閉じる、膝離して閉じる。ゆっくりね、大きく開いてしっかり閉じる。お尻を持ち上げておくとお腹も効いてきます。内ももとお腹同時にエクササイズ。呼吸を止めないようにして、腰痛かったらお尻の下に手を入れて、ラスト1回頑張って。 OK。 よし、じゃあ肩幅ぐらいに足広げて左右に倒していきます。休憩ストレッチです。ここでね、腹筋も鍛えたいんだけどって人はお腹にぐっと力を入れて腹筋固くしたまま休憩しましょう。お腹痩せしながら休憩みたいなね、もう全部ながらでやろうとするこのズボラ精神。 OK。 じゃあ次は、股関節内回ししていきます。大きく内回し、ゆっくり大きくですよ。これも痛みある方、痛みない範囲でゆっくり小さく回す。頑張れる人はね、なるべく大きく回していきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。OK。 次逆足いきます。大きく打ち回し。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますか？途中でサボってもいいし、再生速度調整してもいいですからね。できる限り大きく、この反対足はね、曲げておくと安定しやすいと思います。なるべく大きく。よし、 OK。 じゃあこの膝曲げたまま膝と膝を離してしっかり膝同士つける。限界まで離してからつける。しっかり内もも意識して。腰が反っちゃう方はちょっと腹筋ね、力入れておきましょう。しっかり閉じ切る。呼吸は止めないで。しっかり開いて閉じる。 OK。 じゃあ次休憩ストレッチ、左足を右こっちに持ってきます。こうやってねじった状態で深呼吸しましょう。こう腰、お尻、背中のストレッチなんですが、こっちの肩ね、左肩をなるべく床につけておくとより伸びます。しっかり息吐き切ることでドローインにもなりますよ。しっかり吐いて、ふう。 OK。 次逆足いきます。右足を左にねじります。これで深呼吸、ゆっくり吐いて、ふう。余裕があれば右肩は床につけておく。息吐き切ってお腹固くした方がお得ですよ。しっかり吐き切る。ふう、お腹固くして、ふう。 OK。 次上向きになって、右のつま先しっかり外向けた状態で真上に上げる。右の付け根、内もも付け根使ってます。触って硬くなる感じありますか？もちろん外もも前もも多少使ってもいいです。ただね、この付け根が、あ、硬くなってるな、使ってるなって感覚があればそれで OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。 OK。 次左つま先しっかり外向けて真上に上げていきます。付
付け根使う感覚ありますか？しっかりつま先外向けておいて、呼吸は止めない、付け根意識しましょう。しっかり付け根意識して、つま先外向けたままですよ。頑張って。よし、 OK。 次は右のふくらはぎを左膝にこんな感じで当てます。左の膝のお皿で右ふくらはぎマッサージしてます。こうやって左右に振ったり前後にこすったりとかして、自分がね、あ、痛気持ちいいなってところやりましょう。だいたいね、このふくらはぎ下の方、足首に近いところの方が硬くなってる人が多いので、そこを重点的に行うと僕は良いと思います。 OK。 次、左ふくらはぎを右膝に当てる。これでゴリゴリマッサージしていきましょう。最初に痩せない方は量が足りないってちょっとね、ひどいこと言ったんですけど、本当にね、痩せてる、結果出てる方と結果出てない方の一番の違いって、僕 DM とかコメント全部返してるんで分かるんですけど、本当そこなんですよ。だからね、ちょっとでもたくさん量できるようにできたらいいなと思って、今日ね、長めの動画にしてみました。 OK。 じゃあ次は足こうやってクロスしながら持ち上げる、下ろす、これを繰り返す。しっかりクロスして、腰痛かったらお尻の下手を入れて、腹筋と内もも同時痩せ。頑張って。きつい。OK。 そしたら膝曲げたままでゆっくりつま先グッと持ち上げる。つま先上げる。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり上げる。皆さんどうですか、ついてきてますか？しっかりつま先上げて、これね、スピードよりも普段動かさない範囲までしっかりつま先上げることが大切。半長膝の人とかね、ふくらはぎむくみやすい人、めちゃめちゃ効きます。 OK。 次はこの右足をグッと上げる。前ももをお腹に近づけるイメージ。しっかり上げると腹筋効きます。上半身もついでにね、こうやって起こせたらより効くんですが、首が痛くなっちゃう方もいると思うので、足だけでも十分効きます。ただね、自分ができる範囲でいいからしっかり上げ切る。上げ切る。 OK。 次、左足いきます。しっかりグッと上げ切る。上げ切る。頑張って。この前ももっていうよりもなるべく付け根使いたいですよね。付け根、こう付け根にね、手を添えたりすると付け根意識しやすいです。余裕がある方、上半身起こしちゃうと腹筋にも効いてきます。しっかり曲げる。 OK。 じゃあ次、休憩ストレッチ。足伸ばして肩幅で広めに開いたら、股関節内外にしっかりねじっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。結構ね、エアコン効いた部屋とかでやってると喉乾いてくると思うので、途中で止めて水分補給しても OK です。次の種目から右向きに横向きに変わります。スマホはね、持ったまま横向きになりましょう。よし、 OK。 じゃあ右向きに横向きです。よし、じゃあ右足下にして横向きになりましょう。スマホは床に置いておきましょう。じゃあ膝曲げたまま膝と膝を離す。離す。このお尻の横をメインで使いたいです。しっかり膝と膝離す。 NG パターンは後ろにこうやって体が倒れちゃうと NG です。膝だけ離す。骨盤は固定しておくイメージ。お尻の横使ってる感覚ありますか？ゆっくりでいいから大きく動かす。頑張って。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかりラスト1回。 OK。 じゃあ次、右足前に出して左足大きく外回ししましょう。ゆっくり大きく回す。これもゴリゴリになっても痛みがなければ OK。 痛みがある方は痛みない範囲でゆっくり小さく回していきましょう。で、この痩せない人の共通点として、だいたいね、自分がやりやすい動画ばっかりやってたりして、特定の動きばっかりやったりするんで、この今日の動画はありとあらゆる動画動きを全部詰め込んだので、安心してください。どんな人でもね、効果出ます。大きく回す。 OK。 そしたら次は左足を前に出して、この状態で右足を上げる。右の内ももを使います。呼吸は止めないようにしましょう。
右内もも使ってる感覚ありますか？こんなに早く動かさなくてもいいですよ。ゆっくりね。これでも OK。 右の内もも使ってれば OK。 呼吸は止めないようにしましょう。上半身こうやってね起きちゃうと首疲れちゃうから、上半身は寝かせてていいです。個人的にはこうやってね枕とかクッション頭に入れておくと楽しながら足痩せできます。 OK。 次は右足前に出して左足真上に上げる。お尻の横使って頑張って。きつい。この動画はもともとなんで作ろうと思ったかっていうと、1回で痩せるシリーズ、ウエストとか足とかあと内もも付け根とか部分別に出してたんですけど、どうしてもね足は痩せるけどウエストが落ちないとかそういう方がいたので、じゃあもうちゃんと長い時間取って1回全部やってもらおうと。そしたらね両方結果出るんで、だからね最後まで頑張りましょう。よっしゃ、 OK。 次は股関節、内回ししていきましょう。ゆっくり内回し、大きく内回ししていきましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。このね下の右足こうやって前に出しておくことで体がねこう安定しやすいので、こうやってやっておくとおすすめです。呼吸は止めないようにしましょう。大きくます。よし、 OK。 じゃあ次は左足上げた状態でつま先しっかり真上向ける。つま先しっかり真上向ける。きつい。ここ使ってしっかり外向けて、つま先真上向けて、頑張って、呼吸は止めないようにしましょう。頑張って、しっかり上向けて。きつい人サボってもいいけど、結果のために最後まで一緒に頑張りましょう。OK。 次休憩ストレッチ、右足前に出しておいて左手で左足首を掴みます。で後ろにぐーっと左足引いてきます。左の前もも伸びてれば OK。 もっと伸ばしたい方はわざとねお腹をへっこます、腰を丸めるイメージです。そうするとさらに前もも伸びますよ。しっかり腹筋に力入れて起きながら後ろに引くと前ももがめちゃくちゃ伸びてきます。呼吸は止めないで、肩ね変な力入りすぎないように意識を続けましょう。この次の種目から寝返り打って逆向きになります。 OK。 寝返り打って逆向きになりましょう。スマホも移動して、よし。そしたら膝曲げたまま膝と膝離す、離す。お尻の横使って、呼吸は止めないようにしましょう。皆さんからねフィードバックもらいたいことがあって、実はこの1種目の間、僕種目と種目の間ってすごいこだわってて、5秒にしたり8秒にしたり10秒にしたりいろいろ変えてるんですけど、皆さんが実践しててこのね今日のこの種目と種目の間ちょうどいいですか？OK。 次左足前に出してこの右足大きく外回ししましょう。ゆっくり大きく回す。痛みがない方は痛みない範囲で OK です。そう、本当に一種目の秒数もそうだし、種目と種目の間の秒数もねすごく大事だと思うんです。なんか種目と種目の間の秒数が長すぎてもなんかダラダラして嫌になっちゃうし、短すぎると今度なんかついていけなくて嫌になっちゃうみたいな。だからこのズボラーの皆さんがどれぐらいが一番いいのかなっていうのはすごいね日々考えてるので、皆さんもご意見があればぜひいただければと思います。OK。 じゃあ次右足前に出してこの状態で左足上げます。左の内もも使います。右足は休憩です。ふう。だから僕最近すごいこだわってるのは、本当にスマホを手に持ったままできるっていうのもこだわってやってるんですよ。なんかスマホどっかにセットしてとかの時点で僕だったらもう絶対やらないので、だからねもういかに楽して痩せるか、もうそこだけ一緒にね視聴者の皆さんと追求していけたらなと思います。うちももう使えてますか？サボれる方、違う、サボらないでくださいね、できたら。サボってもいいけどサボんないでほしい。ふぅ。ふぅ。オッケー。ふぅ。左足前に出して、右足伸ばして、右足
真上に上げる。ここ使いましょう。ふぅ、お尻の横使ってる感覚ありますか？なるべく高く上げる。ふぅ、頑張って頑張って。ふぅ、呼吸はね、止めないようにして、しっかりお尻の横使って。ふぅ、しっかりお尻の横意識して呼吸止めないで。きつい。ふぅ、頑張って。どうして無理だったらサボってくださいね。オッケー。次、股関節内回しです。あとよくこう質問でいただくのは、ちゃんとこうやってヨガマットの上でやった方がいいですかとか、ベッドの上じゃダメですかってくるんですけど、もう大前提ね、ベッドの上で全部 OK です。で、すごい細かいことまで言うと、まあ、それヨガマットの上でやるのと、ベッドの、柔らかいベッドの上、どっちがいいかって聞かれたら、それはヨガマットですよ。ヨガマットですけど、いちいちこうやってヨガマットセットするのめんどくさいですよね。だから、習慣化するために、僕はベッドの上でいいようなメニューしか作ってないので、ご安心ください。OK。そしたら次は、右足伸ばして、しっかりつま先上向ける。つま先上向ける。お尻の横使いましょう。頑張って。ぐっと上げる。ふぅ。しっかり真上向けて。ふぅ。ぐっと上向けて。頑張って、呼吸は止めないで。頑張れ、頑張れ。ふぅ。しっかり上向けて。オッケー。次は右手で右足首掴みます。右の前もも伸ばしていきます。全然余裕だよって人は腹筋に力入れて。わざと猫背を作る。腰を丸めると、より前もも伸びてきますよ。余裕があれば、後ろに右足引いていきましょう。この次の種目からですね、うつ伏せになります。なので、スマホ持って、うつ伏せになりましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。皆さん大丈夫ですか？うつ伏せになりますよ。OK。じゃあ、スマホ持って、うつ伏せです。スマホは顔の前に置いておきましょう。じゃあ足揃えたままお尻にグッと力入れる。お尻に力入れる。お尻の穴をねグッと締めるイメージ。グッとちゃんとねお尻の穴締めれてれば内ももにも効いてきます。グッとお尻の穴締める。グッと締めて緩めて締めて緩めて繰り返していきましょう。呼吸は止めないように意識しましょう。よし。しっかりグッと締めて緩める。OK。次、休憩の種目。かかとでお尻タッチするイメージ。で、こうやってパタパタってするだけでももちろんいいんですが、このお尻と裏ももの境目あたりの筋肉を意識して使えると良いと思います。これでアンケート取ったら、やっぱりうつ伏せがね、結構きついって方いたんで、こうやって上半身ちょっと起こしといてもいいし、あと、うつ伏せになりっぱなしじゃなくて、途中で、ね、手ついたりとか、いろいろ動く種目を入れてありますので、うつ伏せが苦しい方も最後まで一緒に完走しましょう。オッケー。じゃあ次、膝同士つけたまま、しっかり膝曲げる。膝同士つけたままで、しっかり膝曲げる。ふぅ。内もも、裏ももに効きます。膝と膝ちゃんとついてますか？しっかり曲げ切る、伸ばし切る、曲げ切る、伸ばし切る、内もも、裏もも、お尻にまで効いていきますかね。ゆっくりでいいですよ。しっかり曲げ切ることが大切。膝同士ちゃんとつけておいて、呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。ラスト、一回いきましょう。OK。そしたら次は右足を左足に乗せます。こんな感じ。で、膝曲げる。左の裏もも使って右足を持ち上げるイメージ。グッと。しっかり曲げ切る。で、余裕がある人は右足を向こうに向かって負荷かける。右足で負荷かけながら左足上げる。めっちゃきつい。左の裏もも使えてますか？きつ。
けなくてもいいですからね。よっしゃ。オッケー、次逆足。左足を右足に乗せます。右の裏もも使って曲げる。ふぅ、曲げる。ふぅ。余裕がある人はね、左足でちゃんと向こうに負荷かけたまま、右足上げる。ふぅ、左足で負荷かけたまま、右足上げる。しっかり上げる。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ、頑張って。はぁ、きつい。ふぅ、しっかり曲げ切る。右裏もも使ってる感覚ありますか？次、休憩の種目です。しっかり曲げ切って。OK。そしたら次は足肩幅ぐらいで、こうやってクロスさせる。クロス、クロス。なるべくね、内、外に大きく動かす。スピードよりも普段動かせない範囲で大きく動かす。呼吸はね、止めないようにしましょう。で、ずっとうつ伏せだと思うので、大丈夫です。次、うつ伏せじゃないです。次はね、皆さんの大好きなプランクやっていきます。もう疲れたよって人もね、結果出すためにやりましょう。 OK。 次プランク、肘は肩の真下につくイメージ。よし、この状態作りましょう。ちょっとね、腹筋使って腰を軽く丸めておくとお腹にしっかり効きます。腰が反っちゃう方、膝ついちゃってもいいです。腰をしっかり丸めて腹筋に効いてれば、膝ついても膝つかなくても OK。 腹筋意識して丸めて丸めて、腰丸めて。お腹効いてますか？余裕があったらね、こんなこともやっちゃってもいいですよ。余裕があれば。ふう、きつい、きつい。ふう、ふう、ふう、ふう。 OK。 次は両手の横に、あ、両耳の横に手をつきます。グッと上半身反らす。お腹、腹筋のストレッチをしてます。皆さん、腹筋伸びてますか？腰が反っていたいよって方は、肘ついちゃいましょう。で、肘ついたままちょっとね、顎持ち上げると腹筋伸びてくると思います。腹筋が伸びれば、どちらでも OK です。呼吸止めないようにしましょう。OK。 じゃあ次はね、左足を右こっちに持っていきます。これで左のお腹伸ばしてます。つま先遠くに向かってぐーっと伸ばします。お腹伸びますよ。ここ伸びてますか？腰肩痛い方は痛みない範囲ですからね。呼吸止めないようにしましょう。よし、オッケー。次、反対のお腹いきます。右足をこっちに持っていきます。右のお腹伸びれば OK です。ふう、腰肩痛い方痛みない範囲で OK。 余裕があれば右つま先遠くに向かってぐーっとつま先伸ばしましょう。呼吸を止めないようにしましょう。ふう、しっかり右お腹伸ばしましょう。よし、 OK。 じゃあ前ももストレッチ。左手で左足首をつかみます。左の前ももが伸びてれば OK です。ちょっとね、結構ね、前もも使う種目も多かったので、筋肉太りしないように最後こうやって伸ばしてあげましょう。ちゃんとね、かかとをお尻にぐーっと近づければ前ももが伸びてくると思います。あんまり肩力入れすぎないようにすることと、呼吸はね、止めないようにしましょう。ふぅ、オッケー。じゃあ最後、右手で右足首つかみます。右の前もも伸びてれば OK です。これちなみにですね、今この種目まで最後まで頑張ってる人すごいですよ。ズボラストレッチって、こうやって最後まで完走する人ばっかりじゃないんで、途中でやめちゃう人いっぱいいるんですよ。データ見るとわかるんですけど。だから、この長い、こんだけ長い動画を最後までやったっていうのはめちゃめちゃ自信持っていいと思います。もうね、ズボラじゃない息ですね。で、
1時間やってる人とかはこれだけじゃ物足りないと思うから、追加のストレッチ概要欄貼っておくので、ぜひ続けてやってみましょう。最近ツイッターインスタも頑張ってやってるので、ぜひ見ていただければと思います。オッケー、30分間よく頑張りました。ウエスト太ももアフターも測ってみましょう。この動画良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。